神戸マラソン前夜刻んでいこうぜ、ジャンボジェット機。僕は結構なものを持ってるんですよ。はい、ということで前日今準備して低血糖ならないように炭水化物、カロリー爆発、栄養ドリンク、アミノサウルスローディング、レース中何取るか、アミノサウルスジェル、それでもきついなっていう時はこちらです。それも持ってほしいの。摂取数、摂取数ってさ、すげえみんな使ってるしさ、ここも絶大でした。何も言うことないんだけどさ、摂取数ってどうしても言いづらくない？摂取せえとか、摂取せえ早口言葉みたいな。摂取しさ、摂取、摂生さん、摂取レースの目的と前回の動画のおさらいということで、明日は目標は完走ということで、自分にプラスになれる神戸マラソンにしていきたいなと思ってます。今日もね、素晴らしいホテルお借りして、一個だけか、もう一個どこ、ダブルウェイ。今日は俺と周平さんが出ます。そうだよね、明日よしきと俺バスローブで起きたらごめんみんな。今日はお疲れ様でした。しっかり寝たいと思います。はい、休んでください、ゆっくり。おやすみー。おやすみー。おはようございます。今日の目標は、はい、今日の目標は楽しみ切ることです。皆さん集合かな。全員揃いました。ケンチャル連全員集合。はい、ということで今ね皆さんと合流したんですけども、4分15で行くって言ったんですけど、なんと今日風速が10メートル、台風やないかい。予定変更しまして、行き追い風、折り返し向かい風みたいなので、ちょっとレース展開見ながら、まあ、しっかり判断はしていきたいと思うんですけども、情報はそんな感じなので。読めないね。ただの向かい風じゃなくて10メートルだから、まあしっかり自分の中で潰れないように思います、うん、変人やねなんか目標残してってください。お前に勝つ。ケンさん一言もらっていいですか。いや、いいです。12連続 PB 更新中なんで。マジっすか、ケンさん。そうだね、12連続。今日は13連続13連続で12回2期だ。12回2期13回2期になれるよ。うわまあ、まあ1時間前なんでぼちぼち体を動かしていこうと思います。今日シーズンはスカイですね。これでハーフやって問題ないっていう流れになったと思うので、スカイで走ろうかなっていうのは決まってました。うん、荷物を預けて、それからちょっとだけアップしていく感じか。そうですね。なるほどね。まあじゃあここからは選ばれし者で行ってきます。いってらっしゃい。頑張ります。はい、頑張ってください。はい、ということですね、今ヨシキを見送りました。8時20分ぐらいなんですけれども、スタートが9時なのであと40分もある。朝マックでも行こうかなと思います。お、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで朝マックを置いてですね、今から早速ヨシキの応援に入っていきたいと思うんですけれども、沿道にはたくさんの応援がいらっしゃいます。この奥から今亀裂が見えると思うんですけど、ここからずーっとまっすぐ来て、このように抜けていくと。スタート4分前、スタートしてもう多分すぐここを通り抜けると思うので、ヨシキ、ケンチャンネルの皆さん待っていきたいと思います。30秒前。無事今スタートしました。自分のカメラもつけていきたいと思います。よろしくお願いします。9時になりました。9時になったので多分スタートしてこれからもうすぐ来ると思います。あー、来た。この来た来た感が超楽しいね。これすごいな。これはマジで見つけられないんじゃないか。さあここからヨシキを見つけられるのか。白バイが盛り付けていきます。さあエリートランナーがまず先に行きますね。あー、ミスカ君だ。ミスカ君頑張れ、ミスカ君頑張れ。あー、またストーリー撮ろうとしてるな。あれ完全にストーリー撮ろうとしてる。ミスカ君が行ってマジで見つけられない。どこだ。あー、ちょっと待って、本当に分かんない。ケンさん、ケンさんいた、ケンさんいた。ちょっと待って、これマジ無理だ。ちょっと本当に見つからない。うー、ヨシキは行ったのか。無理、ヨシキを見つけることができない。見つからずですかね。マネさん頑張ってください。あー、もうダメだ、もう無理。せっかく神戸まで来たのにヨシキを見届けることができませんでした。いや、これすごいっすよ。だって皆さん無理でしょ。うわ、見つかんなかった。くっそ、マジでウォーリーを探せ、レベル100。さあ次は15キロ、21キロ地点の方に行きたいと思います。最寄り駅の名前が垂水駅だったかな。もう今スタートして10分ほどが経過しましたので、2キロちょっとぐらい今行ってるかなっていうところなんですけれども、スタートしてこうくるとこう、まあ軽い往復みたいな感じにはなってるんですが、東京ほど交通の便も、僕もあまり慣れてないので、一つのポイントを結構大事にしていきたいなというところで、この15キロ地点
もう風強いな。折り返しのまあ21キロ地点あたりが、あ、風強い風強い。垂水駅にこれから向かうところなんですけれども、今調べたらですね、垂水駅まで三宮駅から20分もかかります。遠い。電車乗ってる時間が今日1時間ぐらいあるんじゃないかなっていう予想されます。垂水駅まで20分乗っていきたいと思います。電車まもなく5キロです。ちょっと集団の流れもあったんで、これですけど3分57、後半がね暴風の向かい風を考えてキロ4ぐらいで入ってます。だから感覚はジョグなんで、とりあえずこのまま自分のリズムしっかり守っていきたいと思います。ありがとうございます。10キロ通過しました。まだね余裕を持って走れてます。3分55から4分で今刻んでるんですけど、ありがとうございます。刻んでこうぜ。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで3分55から4分で今刻んでるんですけど、足使った感覚なくてこれでいってるんで、とりあえずこのまま自分のペースでこのペースをしっかり守っていきたいと思います。ちょっと後半の風に備えて貯蓄するイメージで冷静にいきたいと思います。かなりね今追い風で風に押されてる感覚があるんで、まあペースがちょっと上がってしまうのはしょうがないかなと思いながら走ってます。ありがとうございます。垂水駅到着しまして、多分時間も問題ないです。10分前ぐらいかな。ちょっと場所全く分かんないので、なんか応援されるみんなのそれっぽいところに流れに乗っていきたいと思います。ていうかさ、神戸雀荘多いな。これ行かないとダメだろうね。雀荘行きたいな。海が見えた、あそこか。はい。あ、しかもちょいちょいランナーの人今過ぎてってるな。ちょっと急ごうか。これ何キロ地点ぐらいですか。ここって何キロ地点ぐらいですか。ここって、ここで何キロかな。ああ、ありがとうございます。ここで間違いなく家が取れる。俺は今日これを取りに来たんだ。ランナーの方がいっぱい行きます。頑張ってください。15キロ地点です。1キロ4分ペースぐらいで落ち着いてます。とりあえずこのまま行きたいと思います。まだ問題ありません。後半の風にしっかり備えたいと思います。崎本さんいらっしゃいました。崎本さんです。崎本さん頑張ってください。いったー。さあ、いろんなエレクトラン、あ、ミスター高橋さん頑張れ。捉えれた。いいぞいいぞ、この調子。ケイさんいた。ケイさん音が消えてるな。ヤスさん行きますよ。頑張ってください。もうちょいかな。今度こそ見逃せないのでスケッパーできます。次もどこどこします。今10時3分ぐらい。あ、来た。よしき頑張れ。大丈夫だな。まだ大丈夫だな。余裕そう。よかった。これを取るだけために来ました、神戸まで。さあ次はここの折り返しを待っていきたいと思います。え、3年後。あ、3年ぶりにいらしたんですか、こちらに。僕は初めて。そう。お母さん、なんで今日帽子かぶってるんですか。目立つように。おやつ持ってるから。おやつ、ランナーの。あ、ランナーのために渡すおやつを持ってる。はい。あ、それを渡すために目立つような帽子をかぶってるってことですか。はい、これをかぶれて渡されたので。めちゃくちゃ似合ってます。可愛い。はい、クリスマス近いし。ところがね、お客様とはわからなくなっちゃった。無事渡せることを祈ってます。ありがとうございます。折り返しからようやく、まず崎本さんですね。崎本さん頑張ってください。さらに、あ、水塚くんだ。水塚くん頑張れ。水塚くんでもきつそうにしたから、この向かい風本当にきついんだろうな。ケイさん行け。ケイさん頑張れ。ケイさん置いた。ヤスさん頑張れ。いいぞ、いいペース。頑張れ。おー、気づいた。まだいけるね。まだいける。刻んでこうぜ。よっしゃー、いった。大丈夫そう。はい、ということで無事ヨシキを2回捉えることができました。いや、よかった。安心。半分を終えてやっぱゴール付近まで行って、最後そこでヨシキを見送りたいと思います。まもなく30キロ。足が今つってて、4分20までちょっと落ちてしまいました。ただ、測定は問題なく、今進めているので、とりあえず、このまま粘りたいと思います。ちょっと今、足つっ
ったんで、止まった分ラップがだいぶ落ちてると思いますが、こっから釣りとの戦いにもなりそうなんですけど、頑張っていきたいと思います。なかなか厳しい戦いになりそう。35キロ通過、ちょっと厳しくなってきました。ペース落ちてるのはしょうがないんで、これで自分の全力で押すしかない。もうしょうがない、練習ができてなかった証拠です。これがとりあえず今出せる全力を尽くしてゴールしたいと思います。測定は問題ありません。測定は問題ないので、ありがとう。とりあえず今出せる全力を尽くしたいと思います。市民広場駅に到着しました。ゴールのとこなんですけど、ここの上じゃ弱いんで、多分ちょうど12時前ぐらいにゴールすると思います、うまくいけば。なのでまだ間に合うかなと思います。で今ね42分なので、2時間42分の方々が今続々とゴールに向かってきている途中でございます。ケンチャレン代表のケイさんも2時間40分1分は切ってゴールしたかなというところで、皆さんしっかり走れてる感じしてます。風の条件が良くなかったので今回厳しいかなと思ったんですけれども、ミスかかもゴールしてるかな、さすがに。ヤスさん来た、ヤスさん来た、ヤスさんラスト、ヤスさん最後ラスト、頑張れヤスさん、頑張れ、ラストラストラスト、ナイスナイス。2時間50分ぐらい、あと2キロ、なんとかサブ3は行きたいところ。35秒40まで落ちてしまいましたが、なんとか持ち越えたいと思います。風が吹くので、ちょっと足に近いエイドがつっちゃう状況です。ラップにばらつきあるところは一回止まって屈伸とかしちゃってるところです。自分の今の全力を尽くしたいと思います。サブスリーはしたいところ、ちょっと怪しくなってきました。 いろんなランナーの人のこの一生懸命の足を見てると、普通に目頭が熱くなるな。かっこいい、みんなかっこいい。いやでもヨシキが無事帰ってきてくれること、3時間以内で無事帰ってきてくれることを願いながらここで応援したいと思います。あと1キロ、今1キロ、53分、53分30、なんとかサブスリー見えた。あれ、ちょっとちょっとちょっと、あー、好きだねこれ、やばいやばいやばい、ちょっとあー、やばい、ちょっとくそ、ちょっと痛い痛い、うわー、やばい、ちょっと痛い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 、くそ、やばいやばいやばい、痛い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 、とりあえずあと1キロ頑張ります。うわ、来た、足痛いのかな、ちょっと苦しそうな走りをしてる、つってるのか足が痛いのか、どういう状況なんでしょう。ちょっとこれは喜んでいいのか悪いのかちょっと分かりません。どうなんだろう。まあとりあえず無事ゴールはできそう、ゴールしそうです、無事ゴールしそうです。ちょっとヨシキの方行きたいと思います。危ない、大丈夫です、歩けそう、はい、ダッシュで行こうぜ。まず感想おめでとうございます。いやよかった。いやよかったね。よかったんだよね。よかった。はい。で20キロ地点ぐらい、21キロぐらいか、俺折り返し最後。はい、あの時すごい腰高で、誰だこいつって思いながら、はい、いい意味でね、すごい余裕そうだなと思いながらを見てて、非常にいい走りだったなと思いながら見てた。あの時はどんな感じでした？なんかその1週間前あのペースでハーフ入れてて、あれ以上はいける気がしなかったんですけど、まだ今日はハーフ過ぎた時点では、これはもしかしたら押していけるなっていう感覚はあって。た状態で通過しました。なるほどね。手元の時計見る感じサブ3、はい、3時間は切ったなと思うんですけど、どうでしたか？切りました。切ったよね。ね、2時間、29分28秒。おー、しっかりと。今回の僕の状態で言ったら、今回本当にサブ3も厳しい状態でちょっと挑んだというか、その4分15っていう設定が今の自分のまあ精一杯の力なのかなっていう中での設定だったんですけど、まず最低限、最低限、ね、ここはクリアできたと、うんうん、まあ、ただやっぱり自分の特徴的に後半ちょっとやっぱりこう向かい風だと持たないなっていうのがあったんで、まあ、前半ちょっと貯金を作って、うん、
で、まあ、ラスト崩れても持ちこたえるっていうレース運びになったし、うん、最初からまあそのつもりでもうあの自分でカメラ持ちながら喋ってたんですけど、なるほどです。やっぱり案の定向かい風になってからのちょっと崩れ方っていうのは、まあ、課題なのかなと、うん、まあ、正直、まあ、測定の状態がやっぱり良くなかっただけに、まあ、距離が踏めてない練習ができてないっていう中でやっぱフルマラソンはあの甘くないというか、そうだよねっていう崩れ方だったのかなと思います。あと1ヶ月しっかり、まあ、課題クリアしてやることやっていければ、まあ、問題ないのかなっては思ってます。はい、まあ、今の言葉聞く感じ、まあ、もちろんレースちょっと最後風とか、まあ、距離踏んでなかったら崩れたっていうのはあったんですけど、怪我の悪化はなかった。ゼロです。よし、よくやった。これがもう一番もう本当にそうだね、ホッとしてるし、うん、じゃあ今回の目標は全部達成か完走サブ3、ちょっと後半本当にだいぶ崩れたんで、うん、まあまあまあそれはもう距離踏んでなかったっていう、まあ、うん、ちゃんとした何て言うんだろう課題としてあるので、ちょっと今視覚としてさ、はい、お前おっぱいから血出てるよねえ、痛そうマジで。痛い。うわー、2つ失敗してたんでホッとしてます。ホッとしてください。ホッとしてますね、うん、もう本当に今の自分の現状の精一杯2倍もやったんで、うん、まあ、とりあえず今日は良しとしてください、うん、まあ、目標は2時間40分切り、うん、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。ちょっと待ってちょ、怪しい声がやるありがとうございました。お疲れ様でした。この動画見て走りのモチベーション上がったよっていう人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。あと沿道の、あの応援すごく力になりました。皆さんありがとうございました。本当にありがとうございました。以上です。バイバイ。